皆さんこんにちは、岡由介です。今回はですね、僕のニュースタジオのご紹介をしたいと思います。準備はいいですか？ありがとうございます。 Let's go。早速ね、僕のニュースタジオをご紹介したと思うんですけども、今日ね、多分夕日がこの後出るんで、かなりロケーション最高なスタジオになってます。こちらレッドヘリウム 8K ですね。計500万して、まあ、この SSD だけでも60万ぐらいするんですけど、本当に超めちゃめちゃ綺麗。これで Netflix とか撮るぐらいのハイパーカメラなんで日々愛用してます。結構ね、でも外で使うことはね多くなくて、うん、結構このスタジオで収録することが多いですね。はい、じゃあこれも使って僕の手元映像も撮りつついきたいと思います。こちら僕の大好きなコーヒーマシーン、ネスプレッソですね。これネスプレッソのシリーズの中で最も高級なシリーズでして、まあ本当にこのカプチーノとかカフェラテとか本当にいろんなあのコーヒーが飲めます。で、ここにカプセルがあるのと、あとこちらウォーターサーバーですね。はい、はい、次にテレビです。これは映像を見る用、チームメンバーと映像を共有するためでもあるし、ミーティング時に、まあ、資料を見せたりとかっていう感じで使ってます。はい、でこの下にね、じゃん、全然綺麗にまとまってないですが、はい、まあ、こんな感じでちょっとねごちゃるものを隠しながら、例えば iPhone 系だったりとか GoPro ミニ三脚とかリグとか、そういう関連をこの中に全部隠してます。次こちら別の撮影スタジオですね。アパチャーつけて、これは C70 ですね。あの基本的に僕ブラックが好きなんですけど、この空間はホワイトに統一してます。大好きな植物、はい、でこいつ結構ね生命力強くて、全然ね水あげてない時でも生き残ってますね。あー、めちゃめちゃ綺麗だな。これヤシ科かな、ヤシ系、こういう南国のでかい葉が好きなんで、今後ねもっと入荷していきたいなと思ってます。こちらが、まあ、ちょっとねチームメンバーとミーティングしたりとか、ちょっとくつろぐためのスペースですね。でこれ一応ね、冬になると炎、火つけれるっていう、あのなので暖を取ることもできるっていう、まあ優れものです。はい、次にこちら機材棚です。一番上に全部ね DJI の全ての製品あります。 Air 2ですから、 Mavic 2 Pro、 Mavic 2 Air 2、 そして Air FPV でドローン乗っけていて、ここに一眼ミラーレス、こっちにあとはレンズ群並べたりとか、こっちにはライカ並べたりとか、オズモポケット、そしてこっちはアクションカメラですね。で基本的にね、僕ね、防湿庫入れるっていうよりかは並べて綺麗に見えるようにここで展示してるっていう感じですね。でこちらトランスの看板と、あとこっちにはトランスのネオンサインがあります。あとジンバルたちですね。でこのネオンサインはデライトさんで作りました。本当にねめちゃめちゃね、この壊れない材質だったりとか、ネオンサイン作るんだったら間違いなくここです。おすすめしたいと思います。でいつもここサブチャンネルのポッドキャストを基本的にはここで撮ったりとか、あとは三脚の機材とカメラバッグはここにハンガーで引っ掛けてます。こういうちょっとした工夫もしてるんですよ実は。であとはカメラバッグ系で、でここ皆さんお気づきの方いると思うんですけれども、収納箱と背景を隠してます。こんな感じで、あのトランスのこうやって制作陣のプロダクトとか、あとはねキャンプグッズとか、こういうのをまとめて隠してるって感じですね。でこちらが基本的には、まあ、編集スペースだったりとか、あとはまあミーティング使ったりします。で一応これね映像さんのモニター使ってて、これね本当にめちゃめちゃいいです。本当にねカラーグレーディング、今これブラックマジックのカラーパネルもあるんですけども、カラーグレーディングをするときにやっぱり色ってあのプレビューの PC によって全然変わってくるんですよね。
なので本当にこの映像のモニターでカラーグレーリングとか編集とかやると本当にね、あのリアルな色味、色彩が出せるので、本当に映像をこだわりたいっていう方はこの映像のモニター本当にお勧めします。はい、で一応これデスクね、あの金物の黒いテーブル使ってます。で天板とこの昇降式別にしてまして、これから高さを昇降式で変えることができます。なのでね、立ちたい時とかは立ちながら編集したりとか、本当に柔軟性があって超おすすめです。でこちらアパチャーさんの照明ですね。収録する時とかは結構これ使うことが多いです。はい、今回ね、僕の愛用のスタジオをねご紹介させていただいたんですけれども、結構前からねここのねスタジオを借りてまして、 Vlog とかでねちらほら映っていたと思うんですけれども、やっとねこのタイミングであの紹介動画を公開することができました。このね環境からお台場すごく好きだし、引っ越す予定とかもあんまないので、お台場からいろいろとまあ動画をね発信できたらなと思っております。今回の動画でね感想とかある方はぜひねコメントいただけたら励みになるので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ。いや、危険で。やばいね。やばいですよ。もう見えるもんね。Amazing。